なんだ？よし。攻略会議を始めましょう。どうかな。わかりました。頼むな。お願いします。それではボスの攻略に向かいましょう。
ました。おう、キリト、この層のアクティベート済ませてきたぜ。秘伝の書の欠けてたテキストを見つけたのよ。ほら、ここに書いてあるでしょ。読んでみなさいよ。私はいつでも大丈夫だから、キリトの都合がいい時に声かけてね。あれ、シロノンいないの？シロノン、なんだか最近元気がない感じだったから、何か悩んでたみたいで。私の思い違いならいいんだけど、迷宮攻略してる時のことを気にしてるのかもしれない。
撃武器だと敵に接近された時に攻撃をさばききれないでしょ。もちろんその時は私や他のみんながフォローに入るんだけど。私たちも気にしなくていいよって言ってるんだけど、シノノすごく気にしてるみたいで、もしかしたら自分が負担になってるって感じているのかも。その話をさりげなくしとこうと思ってシノノの部屋に来たんだけど、どこ行ったんだろうね。ありがとう、キリト君。じゃあお願いね。キリト、訓練始めた時あんたは寝てたけどね。それよりせっかく来たんなら手伝ってくれない？近接戦での回避の練習がしたい。何日も寝てないわけじゃない。今は大丈夫よ。訓練を優先するわ。手伝う気がないならどこかへ行ってくれない？集中したいから。でも、ことじゃないの。私は強くなりたいの。今の私は誰かに頼らないと戦えない。それじゃダメ。全然意味がない。私、これは運命だったと思う。この世界に来たのも、射撃スキルが習得リストに現れたのも。自分を守るためにあらゆる敵に向けて矢を放つ。これだけがきっと私を救ってくれるただ一つの道。
何百匹でも何千匹でも撃ち殺して、膨大な屍の山で全てを埋め尽くして、それで私は私を取り戻せる。そうでなければ、強くなれなければ意味がないの。ああ、その子ならちょっと前に見たよ。迷宮区の方に行ったみたいだけど、あれって迷宮区で狩りができるほどの武器なのか？だったらすげえな。どこで手に入れたんだ？ごめんなさい。面倒を追っかけたわね。そんなの、もちろん分かっていたわよ。でも、そうなるなら、それでもいいと思った。このままずっと無力に怯えて生きていくよりは。でも、HP が赤くなって、これで消えるのかと思ったら、怖くなった。怯えたまま。ずっと何もできないまま終わってしまうのが辛くて悲しくキリト
私の問題だから、きっと私だけにしか解決できない。でも、ありがとう。気持ちは嬉しい。それと、まだ言ってなかった。助けてくれて、ありがとう。そういえば、言ってたっけ？そんな恥ずかしいセリフ。あんなセリフ、本気で言う人がいるなんて思わなかった。そうかもね。あのね、ほんと言うと、まだ足がガクガクしてここから動けそうもないの。もうちょっとだけ、このままでいさせて。